んにちは、青木美佐子です。今日はロリータのお作法をご紹介します。1. 走らない。まずお恥ずかしい例をお見せします。続いて可愛い例をお見せします。2. パニエは見せない。お恥ずかしい例、可愛い例です。3. 席は2席取らない。お恥ずかしい例、可愛い例。大声で笑わない。お恥ずかしい例。かわいい例。5. 物を落とさない。お恥ずかしい例。かわいい例。6. 靴を脱ぎ捨てない。お恥ずかしい例。かわいい例。今回ロリータのお作法でかわいい例とお恥ずかしい例を私が実演しましたが、皆さんいかがでしたか？ぜひロリータファッションを楽しみながら、いつも笑顔でいれるように頑張ってください。1. パニエは見せない。あ、間違えた、すいません。チーフのアクセサリーを合わせるととてもゴージャスでお花畑にいるようなロリータスタイルになります。続いてアニマルモチーフもとても人気があるアイテムです。アニマルモチーフはウサギや、猫、あとクマちゃんなんかもあります。これはハッファンファッション。